シーズン最終戦を前にして驚くべき、そして悲しいニュースがもたらされた。主にレッドソックスで活躍したティム・ウェイクフィールドが死去したことを、レッドソックスの公式ツイッター、ゲイン X が発表した。レッドソックスのポストは以下の通り、我々の心はティム・ウェイクフィールドを失ったことで張り裂けています。ウェイクは真の前性を体現しました。献身的な夫であり、 父親であり、チームメートであり、実況者であり、究極のコミュニティリーダーでした。彼は球界とレッドソックス全体に大きな貢献をしました。私たちの最も深い愛と思いは、ステイシー、トレバー、ブリアナ、そしてウェイクフィールド家にあります。ウェイクフィールドは、東大切手のナックルボールの使い手として記憶される、伝説的なナックルボーラーである。 もともと内野手としてプロ入りしたウェイクフィールドは、野手としては目がいずにナックルボールを習得。パイレーツで2シーズンを過ごした後、フリーエージェントとしてレッドソックスに加入すると、そこから息長い活躍を積み上げることになる。オールスターに選ばれたのは2009年の1回のみと、個人記録では脚光を浴びる選手ではなかったものの、先発、中継ぎクローザーと多様な役割をこなした。 1918年以来の「バンビーノの呪い」を解いた2004年の世界一と松坂大輔らと共にした2007年の世界一はウェイクフィールド抜きでは語れないそして2011年に44歳で迎えた現役最終年には通算625登板目にして200勝を達成しているウェイクフィールドの死には悲しみの声が集まっているレッドソックスのオーナー ジョン・ヘンリー氏は、ティムの優しさと不屈の精神は、彼のナックルボールと同じくらい伝説的だった、と、フィールド内外のウェイクフィールドの貢献を称賛し、惜しんでいる。レッドソックスは、ウェイクフィールドの死について、前述のポスト以上の言及はしていない。しかし、ウェイクフィールドの元チームメートで2004年の世界一メンバーだったカート・シリング氏が、 本人と家族の許可なしにウェイクフィールドが脳腫瘍で闘病中だと勝手に公表してしまい、球団や元チームメイトたちから不況を買うという事件が起きたばかり。